確かめてたら目が病んで星がこぼれて小さな部屋に迷い込んだ。あーテトラポット、テトラポット、テトラポット、すっきりした。テトラポットやん。俺お前のスポティファイちゃうで。なんで最初に聞かれた。あ、そう、うん、あ、そうそう、恥ずかしかった。で、そう、テトラポットよ。あ、テトラポット、上をピョンピョンピョンって歩いてたの。うんうん、ほしたらズリーンって押してもうて。あー、まあまあ、右足から血出てんねん。怖いね。で、これ止血しよう思って、止血するためにあれ、あれ、ビーンやったの、あれ、あれ、何あれですよ、あれ、確かね、ボアのバレンティの歌詞に出てくる。難しい、ボアのバレンティ最初から歌える。ボアのバレンティ確実に私の未来を巻き込んで、恋は走り出した、君の腕を掴んだ。どうして出会えたの、どうして私なの。 Boy, I'm falling in love with you。この瞬間もタイトなジーンズに。ジーンズ、これ洗ってよ。ジーンズだ。なんか俺歌ってる間にカラオケでみんな携帯触り出す瞬間の時流れました。もうええかなみたいな。そう、でもあんま良くない。でもジーンズ、あ、ジーンズね、ジーンズビリやるって、うんうん、もう止血したのよ。あ、止血ね、大丈夫。ちょっと登ろうと思ってさ、うん、もう竿をパッて持ったら竿が折れてんのよ。まあまあ一生落ちてるからしな。もうその竿がね、その、うん、あの魚専用でめっちゃ高かったの。なんや、あの魚専用、お魚天国の歌詞に出てくる。ちょっと最初から言って。ああ、うん、好きだと言わしてさよりちゃん、大したもんだよ鈴木くん、生かした僕たちに習って、僕も華麗に変身するよ。サンマホタテニシン、こっからエグいぞお前。この曲10個くらいの歌詞始まるから、あれやってたんだ。成人男性がお魚天国アカペラで歌う精神なんてやばいよ。ちょっと恥ずかしい。あんねんな。あれだ、うん、サンマホタテニシン、キスエビタコ、マグロイクラ。マグロ、マグロでんかったら終わりやマグロやん。終わり、それでんかった。ちょっとでんかった。ああ、そのマグロの竿、うん、あとテトラポットからマグロ一本釣り無理やで。そうやん、あんなチャバチャバとこおらんそうやん。そうやん、それはもう釣りじゃないからさすがにちょっとお笑い行こうと思ってね。あ、まあそういうのもあり。お笑いうちにね、あそこに行ったんです。あそこに行ったんです。不思議。長渕剛の、あのトンボの歌詞が出てくる。長渕のトンボにお祓いのシーンあった。ちょっと、ちょっと、最初から。おー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 。ここ飛ばすぞ。30秒ぐらいずっとこうやから。まあ、サビの近くやった。あ、確かに。あー、幸せのトンボがほら舌出して笑ってら